ゴルムラジオ。ココルームラジオその8。皆さんどうも、天行です。ココルームラジオは今日からリニューアルしてお送りすることになります。これまではココルームのスタッフやココルームにいる人たちのインタビューを中心にお送りしてきましたが、これからはいろいろなコーナーを用意して、もっとココルームのことを知ってもらえたり、釜ヶ崎に興味を持ってもらえるように、お送りしていこうと思います。これからも応援よろしくお願いします。それに合わせて、皆さんからココルームラジオ宛にメッセージや質問も、送っていただければと思います。何年か前にココルームに泊まりに行ったよ、こんな思い出がありますっていうメッセージや、釜ヶ崎のおっちゃんにこんなこと聞いてみたいですっていう質問などを送ってください。送り先はメールで info@cocorum.org にお願いします。今回から使用するジングルもココルームスタッフ力を合わせて作っていますので、そちらの方もまた楽しんでもらえればと思っています。僕がココルームに来て2日目に代表の上田かなよさんから聞いた、声と言葉と心の部屋でココルームということで、ココルームにいる人、ココルームで働く人、ココルームにやってくる人、そういう人たちが入れ替わり立ち替わりしながら、声とそしてココルームで生み出す音でココルームラジオを作っていこうと思っていますので、皆さんにもこれがココルームの一つの作品なんだっていう形で楽しんでもらえたら僕たちも嬉しいです。それではココルームラジオスタートです。あ、間違えた。ココルームインフォ。はい、ココルームインフォです。ココルームインフォではココルームで行われたイベントやワークショップ、それからココルームで起きた印象的な出来事などをココルームにいる人たちが皆さんに、紹介するコーナーです。今回は僕天行がお知らせしたいと思います。去る7月23日にココルームで紙芝居劇むすびさんたちによる馳せ祭りというイベントが行われました。まあ、公演ですね。紙芝居劇むすびさんというのは2005年に活動スタートをされた劇団で、当時の、まあ、戦争やリストラ、野宿を生き抜いたたくましいおっちゃんたちが始めたものです。現在も、一人暮らしのおっちゃんたちを中心にココルームもある大阪西成区で活動されています。紙芝居はもちろん、歌、踊り、落語などですね、様々なパフォーマンスをされる、才能豊かな方たちが所属しているんですが、その中の馳せさんという91歳のゲイでポエット、シンガーソングライター、そしてパフォーマー、素晴らしいアーティストを中心に今回は公演を行われました。僕が、結びの皆さんにお会いしたのは、ココルームで住み始めて間もなく、ココルームスタッフの高橋渡るくんに、結びさんの事務所に連れて行ってもらったのがきっかけですね。で、その時に、馳せさんとも初めてお会いしたんですが、馳せさんがね、自分が持っている大阪お釜野郎っていう三部作なんですが、それを発表する機会があった公演がコロナでキャンセルになってしまったということで、ちょっとこうなんか寂しそうにされていたのを見て、勝手にですね、とっても思い入れを僕が持ってしまって、なんか馳せさんのためにできないかなと思って、それでココルーム戻って、で代表の上田かなよさんに相談したんです。そしたら、かなよさんも、ああいいですよ、ここでやってもらってもっていうふうに、おっしゃってくれて、それで実現の運びとなりました。当日は僕も飛び込みで司会だったり紙芝居劇にも参加させていただいてね、忘れ得ぬ体験になったんですけれども、当の馳せさん素晴らしかったです。公演の間3回お色直しをされてね、ドレスも変えられて、とても素晴らしく艶やかで美しかったです。大阪お釜野郎三部作も無事披露されて、それだけではなく、トークのコーナーで馳せさんが、自分は
ゲイに生まれようと思って生まれたわけじゃないんだけれども、家庭環境がいわゆる男らしさだったり男性性というものを教えてくれるような人が家族の中にいなくて、そのような生い立ちの中で自分の性というものと向き合ってきたんだという思いを集まってくださった方を前に吐露されて、とても印象的でした。91年生きてきた一人の人間の生き様の凄みというようなものを感じた思いがします。この前また結びの事務所に遊びに行かせてもらったんですけれども、その時作っていた結びの解放誌に長谷さんが感想を寄せられていて、長谷祭りの90を超えてね、まさか自分が女になれる日が来るとは思ってもみなかったというふうに書かれていたのが本当に感慨深い、ですね。そんな長谷さんの当日7月23日に行われた長谷祭りから、大阪お釜野郎三部作の一曲、お釜人生の一部を流させていただきます。ではどうぞ。私の人生お釜のような、生まれた時からお釜のような、赤い服青い服どっかへ引っかえ引きずったねえ、私綺麗でしょ。びっくりくりくりひっくりくりくり、これはどうじゃと親戚一同ため息ついた。びっくりくりくりひっくりくりくりひっくりくりくり踊られた。ココルームスタッフの高橋渡です。ココルームは現在新型コロナウイルスの影響でゲストハウスとカフェの売り上げがほぼ止まってしまい、運営継続のためにモーションギャラリーでクラウドファウンディングに挑戦中です。僕がココルームで働きながら撮った写真集をはじめ、たくさんのリターンをご用意しています。終了まで残り1週間、ぜひ皆さんのお力をお貸しください。またバザーで売るための服や雑貨、ブックカフェで使う本などのご寄付もお願いしています。どうぞよろしくお願いします。釜のおっちゃんに聞いてみよう。釜のおっちゃんに聞いてみようのコーナーです。釜のおっちゃんに聞いてみようでは、ココルームに来てくれる釜ヶ崎のおっちゃんたちに僕たちが素朴な疑問をぶつけます。どんなおっちゃんがどんな風に答えてくれるんでしょうか。楽しみです。今日は、女装 YouTuber の、メリーさん、メリー恵子さんに、お話を聞きたいと思います。メリーさんはね、やっぱりこだわりのファッションで知られてますから、ちょっとメリーさんにとってファッションってどういうことかちょっと聞いてみたいと思います。じゃあメリーさんお願いします。あ、こんにちは、メリー恵子です。私のファッションは生きがいです。はい。で、特に私はチャームポイントは足がチャームポイントですので、真冬でもミニスカート履いてます。でね、やっぱりね、このものすごい3年になるんですけども、やっぱりね、今の人生一番楽しいです。ほんでね、本物の女の子の友達が増えました。はい、楽しいです。はい、以上でいいですか。はい、ということで、ファッションは生きがいで、そしてファッションにこだわっていると、では本物の女性の友達も増えたと。で、今一番楽しいと。一番楽しい。素晴らしいですね。身も心も輝かせるファッションということで、ファッションを楽しんでいるメリー恵子さんにお話を伺いました。メリーさん、ありがとうございます。またまたいつでもココルームのバザーに買いに来てください。はい、ありがとうございます。またお邪魔させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。 Hola meus amigos, tudo bem? ココルームカフェの時間です。ココルームカフェでは毎回ココルームと縁のあるとっても魅力的な人たちにお話を聞かせてもらいます。
第1回目の今日は誰か来てくれるんだろう。はい、今日はココルームに醤油ちゃんに来てもらっています。醤油ちゃんは俺がココルームに来るずっとずっとずっと前からココルームに来ている人ですね。とっても変わったノコギリを使った音楽を作る醤油ちゃんです。醤油ちゃんこんにちは。こんにちは。はい、今ココルームの庭の隣で喋ってるんですけど、梅雨が明けたんですか？明けたそうですよ、梅雨は。今日すごくいい天気で、ね、本当にね、日差しがなんか夏らしく、もうキラキラというよりギラギラ。暑いですね。暑いっすね。ココルームに今日はなんか会議があるってことで来たんだね。なんかわからないけど、なんかわからないまんま会議があるということで呼ばれて来たそうです。醤油ちゃんはもともとココルームと出会ったのはいつぐらいなんですか？2009年ぐらいに初めて来たのかな、ココルームに。2009年か、じゃあもう10年以上の今付き合いになるんですか？そうですね。その時はお客さんだったの？2008年くらいから、はい、向こうのジャンジャン横丁の方によく来てたの。ジャンジャン横丁っていうのがあるんですね。こっちの動物園、の商店街のちょうど反対側。反対側、あ、わかります。あっちの道渡った、ね、そう、にぎやかな、はい、で、あっちでよくノコギリを引きに来てたんだけど、たまたまこっちになんか来たら、はい、全然違う商店街が全然違うの、人が誰もいなくて、もうなんかおっちゃんしか歩いてないし、はい、お店もあんまり開いてないし、でなんかココルームっていうのがあるっていうのはなんとなく知ってたの、はい、前ね、あっちのジェットコースターがこうぐるぐる回ってた、ところにココルームがある時から名前は知ってたけれども、それってフェスティバルゲートのこと？だけど、あんまり行く機会がなかったんだけれども、でたまたましょっちゅうね、この辺来てたから、でそのうち何だったっけな、なんかノコギリ持ってこっちの方に遊びに来た時に、ココルームが開いてて、でその向かいにカマメディアセンターっていうのがあったのよ。カマメっていう、カマメ靴脱いで上がってね、こう、おう、板の間になって、板の間で、でそこにね、おじさんが2人ね、はい、楽器持って練習してて、ほう、でたまたまそこ通りかかって、で私がノコギリを持ってたので、なんか呼ばれて上がり込んで、でそのおじさんたちの曲にノコギリを弾いたら、バンドに入らないかって言われてスカウト、そう、スカウトされた、まあ、かまぼこバンドっていうねバンドなんですけど、なるほど、でそれからだから最初の頃かまぼこバンドはすごくココルームにお世話になってて、練習場所とかいろいろ、そんなかまぼこがバンドが絡みでココルームとのお付き合いが始まったんですけど、時々ノコギリを持ってって言ってて、もし分かんない人が、ね、いたら、ね、何っていうノコギリっていう名前のなんか楽器なのかなって思ってるかもしれないんですけど、ノコギリなんですよね。ノコギリですね。本当のノコギリなんですね。あれはミュージカルソーっていう、あるんですか、楽器として作られてるものを私も使ってるんだけれども、じゃあノコギリなんだけれども、ギザギザの刃はないと。刃はない。今神田さんがね、庭で今バナナの木のあれをされてるんですけど、剪定みたいの、本当にそういう感じで切るノコギリとはまた違うんですね。西洋ノコギリって、日本のノコギリって割とこう長方形なってますね、だけど、はい、西洋ノコギリってちょっと三角っていうか、ね、台形みたいになってて、幅が違うです ね。ハンドソーで根元が太くって、そう先に向かって細くなっていくんですね。あれだと何でも音は作れるんです。ほう、100均で売ってるやつでも、へえ、音は作れるんだけど。なるほど。それを楽器として弾き始めたのはいつなんですか？4,
45歳の時に、今61なんですけど、はい、45歳の時に、はい、あの人生半分だなって思ったんですよ、うん、うち長生きの家系なんで、うん、なるほど。でその時に新しい楽器を今から45からね始めたらすごくいいんじゃないかと思って、はい、でまああのギターとかはね中学ぐらいから弾いてたんだけど、はい、45年新しい楽器を今からやったらすごいぞと思って、うん、それで最初テルミンに出会ったんです。うん、テルミン。でテルミンの教室に通い出したら、はい、テルミンとノコギリをやっている人が割とつながっていて、へで、あのノコギリの、あのコンサートある時見に行ったら、うん、あこれもちょっとやっとこうかな、うん、でその時もその時はちょっと楽器を変える場所がなかったんで、はい、うん、今楽器屋さんでも置いてるところがあるんですけど、へその時はなかったから、うんうん、あの講座に通おうと思って、うん、あの佐喜田はじめっていう人の、はい、その方先生なんですか、ノコギリの、ノコギリのね、へ、うん、先生っていうか、うん、はい、演奏者の方ですけど、はいはい、その講座にあのちょっとだけ行こうと思ったんですよ、うんうんうん、ノコギリさえ手に入ったらいいわって思ったんだけど、うん、それき10年間、うん、あの教室通いまして、すごい。え、それはハマったってことですか。そうですね、それもあるし、うん、先生もすごく面白かったし、あ、そう、集まってくる人も面白くて、ノコギリ楽器でやる人って結構変わってる人もいる。そうやろね、あまあ翔一ちゃんもねユニークだよねちょうどねそこからブームが来たんですよ、うん、私が始めてからちょっとしてすぐにノコギリブームが来て、あのだから佐喜田さんがテレビとかで、うん、あの美しい音色で弾いたりするのが結構評判になって、うん、だ教室があの何ですか、ま、待ち空き待ち状態なんか、うん、2年先とかなんかよ、え、そのぐらいなんか本当、うん、人気になっちゃった。人気ない、誰も辞めないからね、ほんで教室のものがそんな感じな時もありました、ということは今もう少しで20年ぐらいそこ、今年だから16年、はいはい。いや実は僕は、うん、醤油ちゃんがノコギリ弾いてるのを初めて見たのは、うん、つい先日の、うん、釜ヶ崎芸術大学ガムラン講座で、うんうんうん、ガムランに合わせてね、うん、ノコギリ弾いてるのを聞いてワオって思ったんですよね、はい、なんかテルミンと一緒とは言わないでも、うん、あの摩訶不思議な音色ですね、うん、あれそうですね、あのポルタメントっていうか、うん、うーっていうこういう連続音の楽器で、で、あの音階があの楽器自体にはないんです、うん、じゃあもう完全に自分のこうセンスとインプロビゼーションみたいな、ま、そうね、遊べちゃうってこと、まあ、そうですね、そうかな、うん、そうなのかな、うんうん、でっていうかまあ、 あの適当でいけるっていう、適当で言い方をね変えるとそうそうそう、ピアノだったら、うん、もうそこを押したらその音が出るから、ね、もう間違えたら間違いだけれども、ノコギリはちょっと違うなとキュッと動いたらあのごまかせるんで、実は翔ちゃんそのいい加減さがむっちゃ性に合ったとか、はい、そう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 、うん、そうそうそう、でもすごいですね、今じゃもう相棒みたいな感じで、うん、そうですね、うん、そう、やっぱりノコギリ弾いてる時がやっぱり一番楽しいのかもしれないね。なるほどね、うん、と思います、うんうんうん、そんな翔一ちゃんですけど、うん、なんかココルームのね総会にも参加してたりとかなんかスタッフさんなのかなって時々俺も思っちゃうんですけどココルームとは今どんな関係なんですか。あのコロナでこんな風になるまではあの週に一度あのお掃除のお仕事をしに来てたんです。あ、そうだったんだ、はい、神田さんのように清掃を担当されていたと。そ う,、はいはい、そうなんだ、うん、あとあの釜ヶ崎芸術大学っていうのをやってますよね、でそれあのたまたまなんですけど、はい、最初から参加してるんです。え、1回目から。え、1回目っていうか最初の年から。あ、なるほど、うん、初年度からの。初年度から入学生、はい、うん、そう、ずっとわお留年しっぱなしみたいな。卒業したくないみたいな。卒業できないっていうか。わお今ね、うん、まさに会議が始まったようなんで、うんうんうん、翔一ちゃん、あのこれは前半戦ということでまたいつかねタイミングがあったら後半戦のインタビューもお願いします、はい、いや、めっちゃ興味深い話ありがとうございました皆さん、翔一ちゃんでした。はい、ありがとうございました。どうも。
最高。ココルームの音。しんとしてるし、うん、そうだね、お上品な人、あ、うん、自分のね、お釜とか言ってるけども、僕はお釜じゃないわ、あの人、うん、全然違う、そうか、うん、僕すぐ分かったすぐ分かったわ、ちょっとしたのと、うん、ちょっとちょっと怒ってませんよよいしょ、ココルームラジオ。さて、リニューアルしたココルームラジオいかがでしたでしょうか。今回は天魚さんがディレクションしてくれました。ココルームの日常、わちゃわちゃした感じ、感じていただけましたでしょうか。最後にお届けするのは、鎌ヶ崎芸術大学の合作俳句を松倉由紀子ちゃんが、歌ってくれています。合作俳句とは、俳句五七五じゃないですか。それを五七五をそれぞれ別の人が作っているんですね。だから一人では作れないような、なんともへんてこな俳句が合作で出来上がります。それではお聴きください。松倉由紀子ちゃんの合作俳句の歌です。ホクホクの天地が帰る落とし穴、ナンバよりババンのがバババババンのがお上品、鷹飛んで泳げたい焼き和歌山へ、優雅に飛ぶ座布団一枚フランス人芸人、ほっと星しまなみ海道なぎさかな、何ままでおいくらでしょう、なんぼかな、スプーン曲げユリゲラーより親の愛、エビソさん冷やし中華にぶち切れる、ナイフばっかりスライダー勇気あるわね、ぷっこりこ逆立ちしよう、コリコップ甘酸っぱい宇宙戦争、恋の予感、ありがとうございました。ベラベラベラ浜崎